けて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、群馬県伊勢崎市下植木町にある築地魚頭マグロ丼屋さんにやってきました。それでは中へ。店内は小上がり席、奥にも小上がり席があり、カウンター席もあります。さすがお魚屋さんですね。たくさんのお魚が並んでいます。それではメニューを見ていきましょう。マグロ丼屋さんでは海鮮とお肉同時にいただけるメニューがたくさんありまして、それ以外にも海鮮券の定食のメニューかなり豊富にあります。お刺身系からフライ系、丼物から種類はかなり豊富です。どれがいいかな。まず俺はこちら、リブステーキと刺身定食1450円です。ご飯は無料で大盛りにしています。それ以外にもお刺身、何かのフレーク、味噌汁、タレ、お漬物、そしてこのステーキです。でっけー。お味噌汁はアラが入ったお味噌汁です。このアラ汁は食べるとこがたっぷりあり、ボリューミー。寿司屋の味噌汁最高。これはマグロのフレークですかね。小鉢にもお魚は嬉しいですよね。これをご飯にかけて食べるのも全然ありだなと思いました。大盛りにしといてよかった。この焼き目最高。しなってますね。柔らかさが見てわかる感じです。うまげ。それではソースをかけていきましょう。ソースはおろし系のソースですね。あっさりいただけそうで、これもうまげ。ご飯は大盛り。いい音をさせて出てくるこのリブステーキ、思った以上にお肉が大きく、そして柔らかい。タレもさっぱりしてますので、牛肉の味をとても感じるようなタレです。贅沢だよね。ステーキとお刺身が同時にいただけますよ。しかも1400円台、これはかなりお得です。他のお客様も聞いてると、ステーキと海鮮行ってる方がとても多かったです。ステーキだけでも1450円取れそうだもんな。このレア感、柔らかくて美味しいんですよ。ステーキの横にはポテトも添えられてあって、そのポテトもまたまた美味しいです。米がはかどる。このビジュアルいいな。待ち受けにしたい方どうぞ。それではお刺身です。何かの白身、こちらもみずみずしくてですね、お刺身も新鮮。築地直送ということで、やはり新鮮な感じが出ていますね。あー、やっぱりお刺身は美味しい。次はサーモンです。サーモンは安定の美味しさですよね。こちらのマグロ丼屋さんでは、ご飯が1杯、おかわりが無料です。ラッキー。次にマグロですね。マグロ丼屋というぐらいなので、マグロには自信があると思いますよ。美味しい。溶ける。柔らか。うまいです。ご飯が1回無料ということなので、ご飯を食べきっておかわりします。すみません、ご飯おかわり1つで。はい、1つで。次は普通盛りでお願いしました。何かの白身パート2、こちらはコリコリ食感があってすごく美味しい。海なし群馬県とは思えない海鮮の新鮮さ、これはたまらんですね。相方はこちら、極上海鮮極み丼1540円です。ご飯はちなみに普通盛りにしています。いくらやエビ、ネギトロ、蒸しエビ、マグロ、卵、白身の何かが乗っていますね。それではわさび醤油をかけていただきたいと思います。うまげ。まずエビ。エビは大好物なので相方からいただきました。この生エビって甘くて美味しいんですよね。嬉しいのは頭付きだということです。うまい。ご飯は普通盛りですが結構あります。このご飯はちなみに酢飯でした。
ご飯の上には海苔がかかっています。海鮮丼はやっぱり酢飯に限りますね。これは合いますよ。次はこのネギトロ。ネギトロのネギは青いネギではなくて白い部分のネギを使っていますね。食べてるうちにどんどんお客さんが入ってきて、ほぼほぼ満席状態です。もう一つマグロ丼屋さんのいいところは、注文してから提供までの時間がすごく早い。最後にこのマグロのフレークをご飯にのせて、これで食べていきましょう。これがあればご飯無限にいけるな。すべてごちそうさまでした。私栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のマグロ丼屋さん、海鮮が楽しめ、一緒にステーキまで食べられちゃう。海鮮は新鮮で、お肉は柔らかい。そして店員さんは神対応です。3時からはお魚屋さんもやるらしいので、次は行ってみたいと思います。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。